イングリッシュパーートナズのです。アイスコーヒーは英語でアイス d c o f f e これアイスコーヒーって言っても伝わると思うんですけどアイス d って D が T、e、の音になって言った方が完璧ですアイスコーヒー例文は May I have some iced coffee please? っていうのはえっ、ー、とアイスコーヒーいただけますか えっと、あとは、ウェイターさんが、What would you like to drink?、えー、何をお飲みになりますかって言われた時に言えるのが、アイスコーヒープリーズ。アイスコ e ヒープリーズっていう風に言えます。で、えー、っと、まあ、辞書によってアイスだと通じないって言ってるんですけど、私は通じると思うけど、発音を気をつけた方がかっこよくなるっていうことになると思います。アイスコーヒーは英語で、アイス f f e e ぜひ使ってみてください。 学ばない英会話レッスンって何 ?English Partners で検索。